さあ西谷ジョージ松田純選手ですね。さあ来ました。さあパーフェクトの男子決勝はセット制でですね、ゴマリチクリケットゴマリチ、これを先攻後攻入れ替わりで行います。そして3セットにもつれ込んだ時にクリケットクリケット、それまたもつれた時に今度はチョイスになりますね。ここで初めてクリケットが、ここで初めてクリケットになり3レック目にコークチョイスということになります。なのでコークはいたしません。さあそしてさあ140でくる、セームスコア、乗りに乗ってる松田純。そして今日ですね、西谷選手良かったのがその予選スタッツからもうずっと調子良かったですよね。39で今日予選スタッツナンバーワンでしたしね。さあ60、さあ80は60からですね、ダブルアレンジを狙って、そしてその後にトップ外す。さあ西谷ジョージにワンチャンスが回ってきました。そして17ではない、13。さあきっちりと10ダブルを決めて松田純先行の1セット目501をキープ。でもちょっと待ってください、さあファイマーから、さあここでトリプルをしっかりと捉えました。見事な打ち合い。さあトリプルでカバーしてきましたがオーバーできず、まだ20。おー、ここでなんとビッグラン。いやービッグランで早かったのか。いやーすごい、西谷ジョージに20を持たせると永遠に打ってきますからね、はい、いやーここもめっとな
狙ってねえ時のジョージは強いよ。確かにですね、狙ってない感じ投げてる時はやっぱ強いですよね。浅田聖悟を下して決勝まで上り詰めた松田純選手、対するは予選から絶好調の西谷ジョージ。これはバッドラウンドだ。さあしかしね、先行のセットなので、西谷ジョージ先行のクリケットをキープして、このあと松田選手が先行の501。これはロースコアスターですね。ここは西谷が一気に削りたいところですね。ドマンボディ。はいよ。さあトミーティ横にずれましたね。さあまだ先行の松田選手が有利な状況だとは思いますけどね。さあここトーンでですね、上がり目出せず、さあ西谷は上がり目を出したいところですね。26619から、そしてもう1回、そして上、あーこれはいただけない。さあ見事にトエティトップレンジ。さあ松田選手先行のセットをキープ。松田選手先行のセットをキープです。さあ先行後攻が入れ替わって、西谷ジョージ先行のセットへと変わります。はとりあえず140スタートですね。ナイスオンです。
秒速20。さあ、そしてチュニタブル、ここはね相手も上がり目がないんですけれども、決めるべきところは決めたかったですね。まあ待て、見事チュニダブル一投で決めてきました。さあ、そして松田選手先行のクリケットへとゲームは移ります。止まらない西谷ジョージ、さあ6からの20カット決まらず。そして19、いや2人ともテンポが速いのでね、見てて楽しいですね。そしてここでない持ってくる、このスピード、せわしいな、本当に片時も止まらない。西谷ジョージ絶好調。カットからの加点決まる。18、あーここは3本使ってしまいました。Fire!
さんハットでつなぎますが、西谷ジョージ先行のセットをキープして 1-1 で迎えた3セット目。ルールはクリケット、クリケット、そしてそこで初めて 1-1 になった場合にコーク調出が発生するという。最終セットになっております。コイントスですね、これは。そして西天井寺先行のクリケット。さあ5マークスタート。ちょっとねここは19からもう一本19じゃないんですね、20いっちゃうんですね。さあ西谷はどういう攻めをするか。18からこの4マークはいただけない。これは松田選手がビッグラウンドを作るチャンスかもしれませんね。あ、ここ2本持ってきた。そしてナイストライ、惜しいですね。西谷イノシビレか。西谷選手もここに来て精度が少し良くないですね。その隙を練ってダブルカットからの19、決まらず。危ないですね。ちょっとメンタルプレッシャーかかってますね、西谷選手。非常にプレッシャーかかってますね。あー、痛恨のバットランドだ。これはいけない。まだ分かんないですね、これは。ここで先締めですね。すると西谷は15から。そして16カット。そして15に戻る。ビッグラン。いやー、ここで9マーク持ってきた。さあこれでトリプル絡まなかったので西谷はブルーですね。うん、上につけた。
3投目グラングラにフォームを崩しながらねじ込んだ。西谷先行のクリケットをキープです。さあトリプル捉えた。7カウント80点取ってきました。いやー松田選手も強いですね。本当に強いです松田選手。また新たなねスターが誕生なのか。さあ16から、15にインナー行きましたね。ブル行きましたね。バットランドですね。いやー西谷選手もギリギリですね。これはね、これはがぜんどうなんでしょうね。ギリギリの状態ですね。西谷選手だいぶフォーム崩れてきましたからね。その点松田選手はフォーム全然変わってないですね。さあ11からのコークチョイス。ここで初めてコークチョイス。これはギリギリですね。まあ予想を言うのはやめますが、はい、怒られますんで。コークは松田選手が先コーク。インナー。おっと、そのうちじゃないですね。そのうちはつけれず。これで松田選手先行のクリケットですね。さあ松田選手先行のクリケット。まず勝負強いですからね。しっかりと加点しましたがフォーマークですからね。20点。
さあ西谷ジョージ、ここ一気にいけるのか。この20決まらないですね。さあ松田選手決めてくる。19決めてもう20に戻る。決まっていたら大きかったですが、まだわからない。これも決まらないですね。ずっと決まってないですね、これ。はい、だからこれは厳しい状況でしょうね。で逆に決まるのが松田選手、同じ展開ですね。ここで決まった。オーバーカット、ドット枠場内。まだ全然わかんないですね、展開的には。さあサイドからの16トリプル狙い。惜しくもですね、アンラッキー。さあ西谷ここ走れるのか。モール全く分かんない展開。16、17の打ち合い。そして決まらない。3本目のカット大事。まだまだ分かんないですよ、この展開は。3本目がやっぱ決めてこれないので、これはまだまだですね。先攻後攻の状況の差ですね。そうですよね、こうなりますもんね。3投目がもう決まんないと全然見えないですね、この試合は。なんとかねじ込みましたが、松田選手がここで有利になる。強い、勝負強いですね。そうですね、一気にここで自分のペースに持ってきました。3本目がやっぱり決まらないとこういうことになります。インナー、インナーで、しかしブル3本ですからね。これは前のナインマーが来ましたね。え、これは加点ですね。いや、これは加点でいかないといけない局面ですね。最後に大騒動起きますか、これは。うわー、崩しながら、いやー、西谷ジョージ、最後に大どんでん返し。西谷ジョージが久々の優勝を飾りました。いやー、偉いですね、おめでとうとね。はい、さあ西谷ジョージ選手に、この後どうなるんですかね。あ、西谷ジョージ、すごい試合でしたね。ナイスゲームでしたね。でもね、素晴らしい試合、両選手に拍手。応援していただいてありがとうございます。YouTube で見ている方も、スポンサーの方々も大変お世話になって、今年は全然ダメだったんですけど、ちょっといい。そうですね、最後はやっぱりあそこ、まあ確かにそのインナーで決めたいっていう気持ちはわかるんですけどね。
やっぱりセーフティーな試合運びをしてほしかったですね。おめでとうございます。ナイスト優勝するとは。今日は予選から素晴らしかったですね。そうですね、もうちょっと、お尻に火がついてたんで。お尻に火がついてたのはどういうお尻のつき方、火のつき方してたんですか。あ、そうですね、嫁とか、奥さんからプレッシャーかけられたんですか。そうですね、あんたいつまでチンダラやってんのよみたいな。もうそんな感じです。あんたお金持ってきなさいよ、もうお金って言われてました。はい、お金ちゃっちゃちゃっちゃ入れてよちょっとみたいな。そう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 、もう家計火の車よ、もうあなたにもう本当にみたいな、勝手にしなさいみたいな。もう子供もこんなに大きくなってみたいな。いや、まんまそのまんまです。はい、そのまんまです。はい、もう許しませんからね、家入れませんからねみたいな。ご飯目指しようみたいな。いや、まあ、そんな感じ。ちょっと優しくしてあげてくださいよ。頑張ってんですから。西谷ジョージ、本当にありがたいですね。いや、本当ね。でも、はい、今日は予選から、まあ、調子良かったんですけど、はい、なんか何かが変わったっていうことはあるんですか。何かがあるという、まあ、気合が入ってましたね、すごい。あ、気合入ってないですね。入ってました。追い込まれてたんで。あ、嫁からですね。あ、そうですね。嫁から追い込まれてた。いや、汗かいてますもんね。よかったね、奥さん優しくしてあげてください。ぜひですね、今日帰ったら、今日はじゃあハンバーグぐらい作ってあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、もう見事にね、優勝しましたが、はい、最後のフォームがグラングラになってましたけど、あれはプレッシャーですか。いや、もうそのなんていうんですかね、自分の、はい、的以外感じれなくなっちゃったんですね、途中で。あ、はいはい。なんで、17、20取りのナインマークでまくった時は、はい、もう無意識みたいな。あ、もう手が勝手に動いてる。もう体が動いてる状態ですね。今日はもう松田選手が投げてる時からもうせわしなく激しくいつもより動いてましたけど、あれは何かルーチンが変わったんですか。その止まってられないだけなんですよね。止まってられない。あんまりおとなしく、ちゃんとこうなんか動いちゃうんですよね。動いちゃうんですか。いやー、でも久々に優勝、なんか喜び大爆発みたいな感じですね。いや、もう本当にすごい。本当にね、もうすごい、いろんな人に応援してもらってたんで、ちょっと。あ、そうですね、応援したいなと。あ、本当ですか。はい、今日はどっちのを使ったんですかっていう質問が来てますけど、今日はSR の方。 SR ですね。はい、もうじゃあこれから SR で行くんですか。はい、あ、 SR で行くんですね。他なんか質問あったらね、ぜひぜひ。ないですかね。ないですね。じゃあ最後に、ないや、すみません、時間もちょっと押してるんで、はい、最後に一言ズバンと皆様に、お世話になってるお店のフリップロップの竹村さんと、はい、ベルダーツの達也さんと、ちょっとこうユニフォームについて、はい、マクマさんとちょっといつも露出する機会が最近ないんで、ちょっと偉いね。いつもありがとうございます。スイッチさんも本当にもう名前出していくとちょっとあれですね、ちょっと大変なことになるんですけど、もう、うん、もうこの後ろとかに。ああ、もうそうですね。平野さん、ありがとうございます。もうあれでしょ、こんだけスポンサーついてるのはもうお金ガッボガボもらってんじゃないですか。いや、ガッボガボもらいたいです。もらいたいそうですね。本当にお願いします。お願いします。まあまあ、いい青年なので、いやいや、はい、ぜひぜひね。まあ、これから嫁問題、家庭問題、いろいろあると思いますけど、そういうのものを乗り越えて、はい、ダーツ道に突き進んで勝てばいいわけですから。勝てばいいですね。だから今日は、はい、ハンバーグに明太子でもつけましょうかってなりますよ。そうですね。欲しいですちょっと。優しくしてあげてください。できる子ですから。いや、頑張ります。ありがとうございます。はい、ということでですね、今日もですね、ドラマティックパーフェクト盛りだくさんのパーフェクト第30戦横浜大会でした。まあ、放送の不備とかね、段取りのミスがいろいろありましたけどね、皆さん、感動をお伝えするためにはね、やっぱりこれからもね、皆さんの応援が必要なので、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。